にあと2ヶ月で30になるんですけれども、このラスト20代ですね、やっぱこうすごくいろんなことを思うんですが、なんで宮古さんこんなに30になるのが嫌なんだろうと、年齢を言われることが嫌なんだろうと思った時に、私の中で30っていうのはすごくキラキラしてるんですけども、きっとそのキラキラした30になるための準備がまだ宮古さんの中でできていなくて、怖がっているんだなっていうことに今日気づきました。なので宮古さんがしっかりと30というですね、みそじになれるように、その怖さを私がタッグパートナーとしてしっかりと、もううるさい、こっちゃてめえらよ、お前29だろ、もうちょっと大人になれ。はい、という感じでしっかりと教育していきたいと思います。以上です。次はよろしいですか。はい、大丈夫です。28